まずは新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに170人の感染が確認されたと発表しました。前の週の同じ曜日と比べて24人増えています。涼やかな音色でコロナの邪気を払いたいと去年始まった大津市西行寺の風鈴参道、今年は去年の倍1500個が鳴り響きます。大津市の西行寺本堂前の参道には今年も風鈴の棚が設置されました。今年は高さ 2.6 メートル、幅3メートル、長さ17メートルの参道が新たに設けられ、寺全域に去年の700個の倍、およそ1500個の風鈴が取り付けられています。公開初日の今日は西行寺の武田園長監修によって疫病退散、そして除災招福の願いを込めた法要が営まれました。風鈴は古くからその音によって疫病などの邪気を払うと言われてきました。ガラス製の風鈴は僧侶らによって一つ一つ色が塗られたもの。今日は県内各地で気温30度を超える真夏日となるなど日差しの強い一日でしたが、風が抜けるたびに風鈴は一斉に涼やかな音色を奏でていました。西行寺の風鈴参道は9月19日まで設置されます。大津市の新しい北部クリーンセンターがこの度完成し、今日竣工式が行われました。どうぞ。今日の竣工式には大津市の佐藤健二市長らが出席しました。大津市内のごみ処理施設はこれまで市内に3カ所ありましたが、いずれも稼働開始からおよそ30年が経過するなど老朽化が進んでいて、大津市では今後、今月完成したこの北部クリーンセンターと今年度末完成予定の大津市ゼゼにある環境美化センターの2カ所で市内すべてのごみ処理を行います。新しい北部クリーンセンターは建設費およそ148億円、学習機能付き燃焼画像認識システムなど最新の技術設備が導入され、琵琶湖疎水以北の市内の家庭などから出るゴミを1日に175トン焼却処理できるということです。施設は現在試運転中で、来月から本格的に操業を開始します。